いいキャラ。こんにちは。こんにちは。お名前伺ってもよろしいですか。広瀬光男と申します。はい、あ、私も広瀬です。よろしくお願いします。今日はどちらからお越しいただいてますか。山梨県の富士川町という小さな町からやってまいりました。へ、はい、ちなみに今日は何を披露されますか。歌を歌わせていただきます。ちなみにあのご職業は。見ての通りパン屋でございます。あ、そうなんですね。今朝も3時に起きてパンをこねてから参りました。お疲れ様です。今までこういうコンテストとかオーディションっていうのは受けられたことはあるんですか。一切ございません。10人以上の方の前で歌うってことはなくて、パン生地に向かって歌うと。そうするとパンが美味しくなるというふうに信じてやっております。なるほど。ですから今日はあんパンがたくさんあるようでございます。今日は誰か応援に来ていらっしゃるんでしょうか。妻がこちらの方に控えております。あ、なるほど、なるほど。私妻と、まあ、再婚なもんですから結婚式もせず、妻に本当にいい思いをさせてないんですよ。何にもいい思いさせてないんですよ。2年前に肝臓がん、しかも第3期であると言われたんですね。もう余命があと4年しかないというふうに言われました。で、私家内に妻にこう言ったんですよ。彼女一人にしておいたら心配ですから、とにかく再婚してもらいたいということを彼女に言ったんですね。だから彼女はあっそうって言いながら下うつむいて泣いてました。泣いてました。まあ優勝してその写真の一枚ぐらい撮らせてくれるんじゃないかと。それではパフォーマンスよろしくお願いします。はい、わかりました。丸みを見捨てれ救済めいるのめみをねすサプラノンノイレガノテトランモンタテステレビンチェいや、とっても素敵でした。もう人柄がそのまま歌に出て、なんか優しく包んでいただけて、美味しいアンパン出来上がりました。ありがとうございます。今日は力を全て出し切ることはできましたか。 120% 歌わせていただきました。本当にあの歌のうまいおじさんでございました。ただまあ、まあもうちょっとなんか、申し訳ございません。僕はノーということでございます。はい、あのまだまだぜひ聞きたいなと思っております。イエスです。好きでここまでいけるんだなっていうのにはまず感動したのと、奥さんは何パンなのかな。あの芯がしっかりしてて、そして、本当に噛めば噛むほど味が出るフランスパンだと思います。僕からはイエスで、もうぜひまた聞きたいのでイエスです。わかりました。おめでとうございます。